んだ、いるんじゃねえか。おお、組長さんよ、またしのぎ広げることになったからよ、金使わせてもらうぜ。おい、こら、聞いてんのか。こっちがせっかく動いてやるって言ってんだぞ。てめえ、いい加減にしとけよ。返事もできねえのか。は、あのな、おめえはどこまで下手なんだよ。ったく、まだ連れの切り抜か根性あったぜ。まあ、奴がやっちまったことはまずいっちゃまずいとしても、キリは、誰がヘタレだって？誰がキリュウよりも根性がないんだって？メイドの土産に教えてやる。堂島組長をやったのはこの俺だ。覚えとけ。同じじゃねえか。そうだ、そうだよ、とっくに道は決まっていたんだ。堂島を殺し桐生を見捨てた、あの時からやってやるよ。俺は必ずてっぺんに立ってやる。そのためなら何人だろうがぶっ殺してやる。そうだ、キリュウ、お前の携帯。ああ、すまない。シンジから伝言が入ってる。聞いてみろ。シンジです。さっき錦山組の門から聞いたんですけど、兄貴の情報、錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。伊達さん、花屋のところに行ってくれねえか。おお、お前無事だったか。どうした？一つ頼みがある。どういうことなんだ、キリュウ。もっと早く気がつくべきだった。歌堀のところに行った時、錦は俺宛てに電話をかけてきた。あいつには俺の動きが見えていたんだ。ああ、それに水死体が水木じゃないなら、ペンダントの秘密は誰から。由美は失踪中、遥と錦山が接触したこともない。なら出るぞ、キリュウ。セレナの映像だ。4日前の映像を頼む。お前まさか。そこだ、再生してくれ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。
今キリちゃん出てったわ。なんか堀氏の、そう、歌堀。わかった。それじゃ。あのレイナが。嫌だよこんなの。キリュウ、お前がここに来る前、ハルカを探してほしいって女が来た。この話覚えてるか。ああ、この女だ。伊達さん、行こう。セレナ、キリちゃん、このメモを見ていたらもう分かってるよね。そう、錦山君に情報を流していたのは私。本当に本当にごめんなさい。私、錦山君のこと愛してた。彼に振り向いてほしかった。だから彼の喜ぶことは何でもした。あの人が望むことは何でもしてあげたかった。それがどんなにいけないことかは分かっていたはずなのに。本当バカだよね。でもあなたたちに会って何が大切なのかを思い出した。今さらだけどね。私は責任を取りに行こうと思う。私なりの責任を。レイナ、シンジか。お前どうした。レイナさんです。兄貴を裏切っていたの。ああ、俺もさっき知った。レイナさん、セレナに錦山さん呼び出して撃とうとしたんです。何。今俺と逃げてます。シンジ、今どこだ。よくわかりません。ミレニアムタワー、サイの河原が見えます。シンジ、待ってろ。すぐに行く。それまで絶対に死ぬなよ。
返す。気に食わねえ。後悔する Got it.
Say ya!
目つけたで、なあまさに運命の出会い、懲りねえ人だ。まだな、キルちゃん。おもろいな。
おっと悪いけど死んでもらうぜ目障り いらっしゃいませ。はい。またまた。え？よろしく。はい。またまた。何？ああ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。今どこだ？雑居ビル跡です。サイの川の近く、バッティングセンターの裏。分かった。すぐ行く。早く来てください。俺が行くまで死ぬな。シンジ！Yeah!
お？おい。屋上に向かっています。でもこのままだとすぐに追いつかれそうです。分かった、すぐにそっちに向かう。